ようまえら、俺様だ。今日も太陽がボーボー燃えてますね。はい、ここはね、JR 米沢駅前ですね。俺様今日はね、この米沢駅前を散策して、お前らにね、いろいろ見せびらかそうと思います。はい。はい、駅前のね、ここはあの、タクシー乗り場ですね。タクシーがいっぱい待ってます。はい、ね、そこにはね、米沢牛のお店がありますね。米沢牛の文字が地盤屋用で、個性的な事態ですね。はい。ね、そこのね、日産レンタカーの看板は地盤屋用ですね。そこは駅前のね、大通りになってますね。はい。はい、ここはね、予約タクシー待機場だそうです。予約タクシー待機場の文字はウィスパールもしくはコマサイルですね。このまあ、看板自体は緑で、裏側はね、ウィスパールもしくはコマサイルなんですけどね、錆びついて、ところどころ、うんこ色になってますね。はい。はい。米川の味 ABC って書いてあります。どういう意味かは知らない。あ、これか。アップル、リーフ、カープの ABC ですね。ABC の文字がそれぞれ地盤屋用で、アップルも地盤屋用、リンゴは一般的にね、地盤屋用だからね。米沢のね、O の字が地盤屋用で、W の文字がおしっこれですね。はい。はい、ここにはね、昔ながらの郵便ポストがあります。この郵便ポストはね、地盤屋用というよりかはどちらかというと、ジャイアン用ですね。はい、で、こっちの三角コーンは地盤屋用ですね。はい、こっちはね、駅のホームになってます。ホームって言ってもね、家のホームじゃないからね、駅をホームにしてはいけませんね。まあ、夜中は閉まるから多分ホームにはできないと思うんですね。はい。で、そこにはなんか、電車が放置されてますね。まあ、今も使ってるのか、もう、廃車でボーボー行き止まってるのかは知りません。なんか、下の部分がね、ジャイアン色ですね。はい。ここはね、駐車禁止だそうです。だからね、ここでインフルエンザの予防接種とかはできませんね。まあ、そっちの駐車ではないんですけどね、車を止めるなって意味ですね。はい。で、ここはなんかね、地盤屋色とウィスパー色もしくはコマさん色がコラボレーションした、なんかこれがいっぱいね、置いてありますね。はい。で、そこはね、なんか、危険高電圧って書いてありますね。そう、危険な注意喚起を促す三角マークがね、おしっこれですね。ジバニャンの腹巻きにね、高電圧をかけて、もうボロボロズタズタにしたいですね。はい、で、ここはちょっとした草原になってますね。インストールされないように気をつけましょう。はい、ここはね、駐輪禁止だそうです。ジバニャン色の文字でそう書いてありますね。ここにね、無断で止めると撤去されるらしいですね。ジバニャンの腹巻きを、ここのなんか、放置自転車にね、置いてたら多分、腹巻きも一緒にボーボーしてくれると思いますね。はい、でもここにね、自転車を放置することはできませんね。この紙自体はウィスパールもしくはコマサイルですね。はい、このね、これはなんか踏切みたいにね、黒とおしっこ色のコラボレーションになってます。ちょっとジバニランの腹巻きのね、配色に似てますね。はい。はい、これはね、大山桜だそうですね。バラ科だそうです。そう、桜って何バラ科なのかな、それともこの桜って名前ついてくると桜とは関係ないんですかね。まあ今はね、どっちにしてもこう葉っぱしか書いてないですね。葉っぱは英語でリーフって言いますね。でもリーフとリーブ21は関係ないですね。はい、バラ科。ね、ジバニャンの腹巻きやガラス玉もね、バラバラにしたいですね。はい。はい、こっちはね、なんかよくわかんないですけど、なんか祭りとかで使えそうな、なんか変な骨組みがありますね。はい、立ち入り禁止って書いてあります。立ち入り禁止のテープはね、おしっこ用で、立ち入り禁止の文字は地盤用ですね。この立ち入り禁止みたいなね、こういうのを四字熟語って言いますね。ヨン様はペ様と言い換えられるから、四字熟語はペジ熟語とも言い換えられますね。はい、そこのわらわらの看板は地盤屋用ですね。そこのトヨタレンタリースのね、看板自体はね、緑色とウィスパー色もしくはコマサ色なんですけどね、トヨタの文字の部分は地盤屋用になってますね。はい。はい、この吸い殻では地盤屋用ですね。そう、お前らはね、タバコなんか吸わないようにしましょう。はい。はい、ということでね、今日は太陽ボーボー快晴の日の米沢駅前でした。ね、お前らもね、米沢に来ましょう。それではさようなら、ボーボー。ブー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 ブ